そこのあなた、ちょっといいかしら。少し話を聞かせてもらうわよ。そっちこそ、なんでそんなに慣れ慣れしいわけ？私は最近この町に配属されてきた父兄よ。口の聞き方には気をつけなさい。いるわ。少なくともここに一人ね。何？喧嘩売ってるなら買うわよ。態度が横柄だったわ。反社会的。ピーピーうるさいわね。性犯罪者みたいな顔してハレンチが映るわ。まったく、ああ言えばこういう。ちょっと質問に答えてくださいってお願いしてるだけじゃない。やましいことでもあるんじゃないの？可愛くて賢い妹さんの話なんて聞いてないわ。いいから質問に答えなさい。あ？この辺りで最近痴漢が出てるの。だから今聞き込みをしているところなのよ。ええ、あなたその事件に身に覚えはない？うるさいわね。少し言い間違えただけじゃない。あーやだやだ、了見の狭い男はこれだから。じゃあ改めて聞くわ。最近ここらで痴漢が出てるんだけど。名乗り出るなら今のうちよ。
ちょっと待ちなさい。待てって言ってんでしょうが！だから待ってくださいってさっきから言ってるでしょ。まだ他に聞くことがあったから呼び止めてたのに、帰ろうとしてたのはあなたじゃない。いるわ、ここに一人。だいぶ態度が従順になってきたじゃない。いいわ、それじゃちゃっちゃと聞くわね。あなた高校生くらいよね。こんな時間に一人で出歩いているなんて感心しないわ。こんな遅くまで一体何をしていたの？返答次第では歩道ってことになるけど。こんな時間に出歩いてまで買いに行くなんていかにも怪しいし。どうだか。でもまあそこまで言うなら改めさせてもらいましょうか。その袋の中身をね。別にこっちで開けるからいいわ。そのまま渡しなさいよ。まあいいわ。その代わり早くしなさい。私を何だと思ってるのかしら。
何をいきなり大声出して。手間取ってるんだか、早くしなさいよ。ブツブツ言ってるの？はい、じゃあ時間切れ、さっさと渡しなさいよ。なに？ちゃんと袋開いてるじゃない。さっさと渡せばよか。落ち着けるか！待ちな！